と、あともう一回。ご苦労様です。10日間頑張りましょうね。みんな仲良く元気に頑張りましょう。小泉です。よろしくお願いします。お世話になってます。この間からいろいろありがとうございました。メール。いいえいいえ。ようこそ来てくださいました。家族の代表ですか。ありがとうございます。すごい暑いですかね。でも暑いからこっちなのかな。そうですね。いろいろ健康の相談乗ったり、常にいろいろうるさいこと言うかもしれませんけど、お食事の後とかお食事の前なんですけどね、やっぱししっかり手洗いをして、はい、じゃあちょっと総務の方から少し連絡いたします、皆さん の代表者の方にファイルを、ちょっと混み合うと思うんですけれど、そこら辺はよろしくお願いします。あと干す場所なんですけど、今見えてるこの2箇所がこのビジターハウスに泊まる、ちょっとね安全なことというかね、真ん中の部屋に、井本さんと鈴木さんですか、お願いします。いいですかね、何かあったらまた言ってください。それでこの最初のページのイラストはね、彼らの同じ学校のデザイン科の名前が書かれています。そうですか、瀬戸内温度だよ、世界に誇れる刀剣の里、瀬戸内よいとこ、明日に羽ばたけ。皆さん方は大変大きな災害をに遭われまして、本当に心からお見舞いを申し上げます。また大勢の皆さんがお亡くなりになられておられるわけでございまして、お悔やみを申し上げますと同時にご冥福をお祈りをいたしております。地元ですので、まだ31日にお会いしましょう。よろしくお願いします。最後、記念いたしまして、期待いたしまして、乾杯したいと思います。乾杯。ありがとうございました。大変良い乾杯をお待ちいただいたしました。さて、これからは、写真の時間でございます。
来とるよ。あとはニシン。ニシンが来てる。ニシン。何しようこれは。子供たち。押し入れ次ある。お兄ちゃん。戻ってくれば。はい。こぼさんように。バイキン選手から。皆さん。これ取って。どうぞ。これ。食べれると思うだけ取って。その辺にしてください。おお。カリカリかな、ちょっと食べてみて。そうですね。おいしい、おいしい。
一日ね、一緒に同行させてもらう城島と申します。よろしくお願いします。今のうちのスタッフの方からお話があった通り、あのエアサーフグライダーって言って、なんかその紙飛行機じゃないんですけど、これも福島の方がね考えられたか、あの遊びで、それで遊ぶようにあの奥高校の体育館でやりますんで、そちらの方に参加していただきたいと思います。でその後奥高校でその高校生たちが子供たち対象にそのいろんな企画をやってくるね、カレーライスとかね用意してますので、皆さん一緒に召し上がってください。でそれが終わると、まあ今日晩ですね、晩からは星座ウォッチングと言いまして、このここ結構星がよく見えますけど、はいどうぞ、はい皆さんキットを受け取ってください。靴は外の方を上げてください。あとこれです。まず最初にする作業、1番、型紙をハサミで切るという作業になります。このような、紙が入ってます。飛行機の方と後ろ方にあの紙が入ってるので、まずこれをハサミでまず最初に切ってください。どうなると大丈夫、型紙に合わせて Thank you.
めるように。うまいなぁ、やっぱり、うん、うまい。Thank you.
傘取るよ。はいはい。はい、傘取るぞ。いいかな。はい。チーズ。はい、それではですね、今月は誰でも見えてると思います。よろしくお願いいたします。皆さんようこそ、備前長船刀剣博物館へお越しくださいましてありがとうございます。ここで学芸員をやっております上野と申します。今日はよろしくお願いいたします。見たことある中で持ったことあるさすがにない。持ってみてください。お、ちゃんと先まで上げてよ。お、そうそうそう、片手で持てるな。10キロじゃ相当大いぞ。ちなみにこれは850グラム。一番人気なこれにしましょう。じゃあっていうか実はこれなんよ、ほんまに。これなんです、正解です。これが正解で、なんでかっていうと、実は日本刀の持つところに、文字が書いてある。あ、ごめんね。持つところに文字書いてある。そう、持つところに文字が書いてあるんです。で、それなんで書いてあるかって言いますと、武州江戸において、いわゆる昔の江戸時代のね、東京ですよね、江戸において祭壇二つ堂って書いてあるんです。で、それを切った人は、辻村伝左衛門正嗣っていう人がやりましたよって書いてあるんです。あの金色で、あれ金で埋めてあるんです。で、これどういう意味かっていうと、祭壇二つ堂っていうのは、実は人間の胴体を二つ乗せて、二つともズバッと切りましたよっていうのが、この二つ堂っていう意味、二つの胴体を切りましたよっていう意味です。だからこれはそういう意味では、そういう人間の胴体を切ったことあるんですよっていう意味ですね。実は大人の人、しゃがんでいただいたら分かりますけども、単なる鉄の子にしか見えなくなっちゃいますので、ここで一つ質問です。それはなぜかと言いますと、実は先ほど言いましたように、10人ぐらい人を集めるというのがほとんど不可能に近いと思います。それだけの人を集めて一振り作ろうと思うと、一振りのお金がもっともっと高くなっちゃいます。はい、なので一振り作るのに、いわゆる人件費というのが一番高いんですね。で、やけどします。やけどすると、
でゴミを飛ばしこのセンターの3分の1の電気量はこの太陽光パネルで賄っています。すごいね。さっきあのビデオでもあったけども、だいたいこの太陽光パネルで普通の家だと180軒分の電気を賄えます。栄養士瀬戸内ブロックの責任者の若松さんをご紹介しますので、若松さんからお話をしてまたみんなで食べましょう。皆さんこんにちは。瀬戸内の栄養士会のこの瀬戸内市のに勤めてるとか住んでる栄養士の集まりがあるんですけど、そのメンバーで作りました。で、まあ、ちょっとオムライスがお昼軽くて子供も食べやすいかなということで作らせてもらいました。で、中に入ってるマッシュルームが岡山県の瀬戸内市に三倉農林というところがあるんですけど、そこがね、西日本最大のマッシュルーム工場になって、そのマッシュルームを結構いっぱいオムライスに作りました。日々から映画があるということなので、ちょっと忙しいんですけれども、ゆっくり食べていってください。それじゃあいただきます。食べに行く。
つの授業夏休みに、福島の子どもたちを、瀬戸内市をもとより、滋賀の方のご協力も得て、今日で3日目を迎えることができました。監督も、今回の映画会そして交流会には大変大きな、期待を寄せているというお話でございます。今日一日、瀬戸内市で、瀬戸内市の皆様方と有意義な時間を過ごすということで、積極的に、ね、参加をしていただくことを お願いいたしまして、簡単でございますけれどもご挨拶といたします。どうも今日はご苦労様でございます。岩島までの距離は 3.5 キロ。岩島にはおよそ500人の住民がいます。平均年齢75歳の岩島の中で、たかし君は一番若く32歳です。作り上げていく仕事っていうのはいろんな能力がいるんですよ。だから敵な味方なんて言っていられないと。企業の力も必要だし、金融機関の力も必要だし、専門家の力も必要だし、地域の人のいろんな草間の、サポートも必要だし、行政とも一生一つ一つでやらなきゃ。二項対立の思考停止社会から未来志向で建設的にお互いに協力し合う大人の社会にガッとこう変わっていくというんですよ。これがやっぱり全てのね、80年の大きな転換なんですよね。すごい、今回、福島はですね、原発事故が起きる前の空間線量は、こう空間の放射線量を測ると 0.038 だったんですね。で、今だからこの 3.8 は1000倍ぐらいです。今まさに日本のエネルギー政策が転換しようとしておりまして、3つの選択肢が提示されています。原発をゼロにするのか、それとも 15% ぐらいにするのか、 30% にするのかという3つの選択肢が提案されているんですけれども、もし 15% 以下にという案が採択されたらですね、その中にこの新規の上関原発は入っていないということは認めております。もちろん子どもたちは
何ができるのかっていうこと、そしてまあできることとできないことをはっきりと、区別をしてですね、できることをどんどん実践していこうという、まあ、そういうメッセージをこの内部被爆を生き抜くの中には入れております。その中にはやはり食べ物、そして1年間に何回か、こういう、まあ、キャンプとかですね、ゆっくりと皆さんお召し上がりになってください。おでんですとか、またカレー、焼きそば、牛丼、かき氷、ジュース類、そして、綿菓子は無料ということでございますので、どうぞお召し上がりください。それでは皆様ご一緒にね、歌っていただければと思います。はい、さあさあ、紹介しようか。はい、簡単に。2年の穂積甲賀です。3年生の大越晃生です。4年生の稲本あかりです。2年生の鈴木ひかりです。2年生の佐々木です。得意なことは算数と歌と大声です。素晴らしい。大声。よろしくお願いします。二連地区の海の大地田ゆかいです。得意なことは英語と算数です。よろしくお願いします。5年生の松木玲央です。好きな数字は全部。3年生の月歩です。好きな数字は赤です。好きな色は赤です。
5年生の阿部彩音です。好きなことは勉強です。もうダンスの子供たちになりますよ。レイ、ありがとうございました。はい、じゃあこちら降りてください。ありがとうございました。Oh, God.
中の柄のあなた最近触れて帰れば英語に引き込んでるやはりのすばらくぬさまよ山の中で、春を楽しみ夏を楽しみ、自然とつながって生きていきました。大好きな場所でありましたが自分の家から20キロのところには福島第一原発第二原発10基の原子炉が並んでいました。岡山で暮らしていた時は原発のことをあまり考えたことがありませんでした。でも福島県に移り住んでからは近くに原発があることを知りいろんなことを勉強するようになりました。Imagine all the
詳しいことは私どもの農園長の方から栽培等いろいろご説明をさせていただきますけれども、何分ハウスの中暑いですから、ちょっと体調の悪い方は遠慮された方がよかろうかなというふうに思います。800鉢ありまして、で個数的には1万6000個7000個で、今このハウスは一番最後に収穫しているハウスで、福島県のおいでになる皆さんのために収穫期をずらしてます。Okay.
出来上のメニューは鶏肉のケチャップ焼き、かぼちゃの緑茶和え、じゃがいもとベーコンのスープです。あの皆さんにもこういうのをお渡しするそうなので、また、あの結果させたらと思います。漬物もらおうか。シンポジウムが頑張ってください。じゃあおしまいです。買い物もええけど、お前俺仕事せない。でも市民難しいよ、入れ替え。俺仕事せないから、ちょっとどけ。分かるけど。それでは準備しようか。はい。のんたんのんたん、ブランコ乗せて。ダメダメ、これから全然スピードが追いするんだもん。ずるいよずるいよ、のんたんずるいよ。順番順番変わってよ。変わってくれなきゃ、もう遊んであげないよ。みんな帰ろう。待ってよ待ってよ、変わるよ変わるよ。10まで数えたら順番変わるよ。じゃあね、1、2、3で、1、2、3で、1、2、3のんたん、1、2、3とっぱりでずるいよ。左帰るんだね。いつまで経っても終わらないよ。ずるいよのんたん、ちゃんと10まで数えてよ。あのね、実はね、男に三段重ねのお餅が飾ってありますね。中のに4匹の動物が出てきましたよ。おいおい、うまそうな餅があるぞ。そうやな、みんなで一緒に食べたいな。仲良く食べたら美味しいでしょうね。はじめは小せえぞ、どこいしょ。ええー、でええー、で、うまくいったわ、うまくいったわ。やった、上手上手。よっしゃ、次で最後やな。はい、こっち向いて。
水担当です。貼られていきますね。今網が貼られました。よいしょ、上がって、網が狭く、よいしょ、よいしょ。
たくさん入っとるといいな。ほーれ。はい、パチパチ来て。逃げないように、まだ網の中で洗えば大丈夫だけどね。逃げるよ、見てるよ。はい、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 れんちゃんは大きい大きい、すごい。また来るー、すごい。はい、はい、大量のコーラ持っていて、持って上がって、あ、ここまで。この辺ではね、これクロダイ。クロダイだそうですね。タナゴ、まあ正式には海タナゴと言いますね。陸の上にもタナゴがいますね。タクね。はい。すごいですね。はい。自分で蓋開けて逃げてしまいますのでね。網に逃げてきますので、これ入れていただきます。これはマダコです。はい。はい。元気な人、手を挙げてください。子供ばっかりやね、大人の人疲れましたか。ここに住んでおられる人はね、約200名弱って聞いております。その山の中にはお宝が眠ってます。すごいお宝です。それは、大阪城のお城を作った時に、この島からも狭いと重たいのは分かるね、なんとなくね。広く持ちます。で、内側はこういう風に包み込むようにして持ってもいいです。どっちでもいいです。こう持ってもいいし、こう持ってもいいです。どっちでもいいです。必ず上から持ちます。これで、見ると、持ってたら、いや、見えない。何見えるのよ。うまいな。練習してなくてもね。うん。こんな風にね、こんな風にします。こんな風にします。いいですか？こんな風に。来てごらん。来てごらん。じゃあちょっとおじさんやりますね。見てみようね。
こよ、よ、見とてよ、よ、見とてよ、だよ、すごいね、ちょっと手を上にして、すごっ、上からグッと、上から上から、あの、歯の先から、無理や歯の先に近い、前に変わる、はい、こう、こう、はい、こちらへ渡って荷物をバスの中に入れてください。荷物置いてる人は、
ますように、拍手で、歓迎しましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日も地元の市議会の皆さん方が、
福島の子どもたちのためにということで。もうびっくりした、びっくりした、うん、でも拭いて、はい、すいませんけど、持って帰って食べても構いませんけど、冷めたもの、冷めたもの、私、あれ入れてもらったし、ね、ね、これからはい、差し上げて。どれがええ？ババの一つあるけ、ババ一つあるけ。あ、もうこの人がババ取っとる。はい、全部ババでした。そうか、みんなに私は。はい、隣の。はい、おいちゃんさあ、私の名前は、僕の名前ははい、ありがとう。それでは私ども島から今回の交流プロジェクトに参加させていただきまして、一言ご挨拶申し上げたいと思います。本日は島の小学校の皆さんの夏休みに入って、暑い中、先ほど演奏と舞踊を見せていただきまして本当にありがとうございました。暑い中、この練習が大変だったろうなと思います。それからこのような場を催していただきました小学校の関係者の皆様、それから地元の皆様、本当にありがとうございます。簡単ではありますが、壇上から制服ではありますが、お礼の言葉とさせていただきます。本当に今日はどうもありがとうございました。うちの ありました。またその後ネタできないの。
転さん、運転さん、あ、あ、いろんなところへ行かれてね、本当にお疲れ様でした。あまりにも長く、お話は、しないようにしたいと思います。今日ね、皆様方の前にある、ご馳走ですけど、バラ寿司はこれは岡山の、名物です。これはね、ずいぶん昔から江戸時代の頃から、あります。ご尽力いただいて、それから公民館の講座でやっております男の台所が沢の倉田公へお住まいで、自給自足の生活をなさっておられました。ね、そりゃそうだね、はい、でなんかこう木を切ると自然破壊だと思う人手挙げて。ですからこの 2,30 年ぐらいの木を切って薪にしてもまた復活するんです。ぜひ楽しんで食べてください。参加してくれるかな。はい、水飲むはね、そうなるよ。水飲むはね、食べるってなかなかないでしょ。ここからだと見るらいですけど、後で見に来てください。種も仕掛けもあります。それが2時間後に100度になるかどうか。もう船に泡ぐるぐるしたら多分沸騰してます。100度ぐらいになってるみたいです。いいよ、行ってらっしゃい。ずるいぞ、さっきの人たち。
の入り方はね、少人数ちょっとまあ試してみたい方は巻き割りなくてみてください。はい、巻き割りおお、うまいじゃない。
そういう、我々というのはそういうことをする
人からされるというよりも私たち自身がそういう人に対してする可能性が大いにあるんですね。医学的な誤りと社会的な問題があります。昭和6年当時一般の人はね、遺伝病だと思いました。大病は遺伝病、ただ遺伝する病気じゃないですね。当時の皆さんも宣伝したんです、遺伝病じゃない。ここは国の施設ですから、運営するには法律が必要です。その法律を第4号法に求めます。隔離する法律がある、療養しなければならない、だから予算をくださいと。でもそんなこと一般の人知りませんね。この法律があるんだからまだ。私たちの家は、ね、井戸水だったんですが、その井戸水から何か全部消毒、真っ白などが消毒されたということを、後で母親から聞きましたけど、そういうような状態で、それから近所、世間の人たちからもう嫌われて、私よりもその家族の方が、その地域で、嫌な目に遭っただろうなと。希望っていうのを最近ちょっと持てない状態もあったりして、でも絶望だけはしたくないと思って、ずっとその原発事故もあってから生活しているような感じかなと自分で思っているんですけども、その中尾さんはその希望が絶たれたけれども、その後どのようにして今まで何を支えに、心の支えに生きてこられたのかなっていうのを、もし失礼でなければお聞きしたいなと思うんですけど、笑われるかもしれませんけども、ちょっとのんきものかもしれません。言いますのは、病気になってここへ来た時には自分はゼロという考えをしたんです。で、どれだけ元の自分のところへ近づけるかなという、そういう気持ちをまず持ちました。で、一応ここへ入る時は半年で治るよということで連れてこられたんですが、未だに半年は経ってないなと思ったんですが、でそういうような状態で、ここで、ここ入った時はゼロと。で、ここからどれだけ健康を戻して家へ帰ってくれるかなと思って、そういう生活をしました。だからこの中で、少年社というところにおったんですが、でそこから18歳になると一般寮というところに出ます。でその時に園内の70ほど作業があったんですが、その中で乳牛を飼っている作業場がありました。でそこに私は行きました。というのは私の方が百姓ですの でたまたま牛小屋があったのを覚えてましたので、牛飼うことを習っていたらいいかもなと思って、その牛飼うことをまず習うためにそこへ入りました。やっぱりああいう災害に起こったら親御さんもですが、子どもさんもしっかりしております。また後で一言挨拶していただきますので、最初に瀬戸内市の、竹下明成市長のご挨拶をいただきます。もうここの公務員の祭り、それから愛生のお祭りもそうですけれども、単にこの園のお祭りということではなくて、もうこれからは虫上地区も含めたやっぱ地域の祭りのような、そんな位置づけになってきたんじゃないかなと思います。先ほど来院長先生、そして、自治会長の奥さんが今日のこの天気を随分心配をされておられたようですけれども、皆さんのご精進で本当に素晴らしい、夏祭りにふさわしいお天気となりました。皆さんの思いが叶う一日がどうやらついたようでございます。私も県議会の方で定員メンバーが近代でございます。瀬戸内交流プロジェクトから参りました城島と申します。今日はですね、
島の方から私どものその企画で36名来ていただいて、でうちも同じように26日から4日までの10日間の企画で雇用していただいてます。でたくさんいらっしゃるんですけども、もうみんな子供は特に福引きに悩んで皆さん遊びに行ってしまいました。で仕方がないでお二人だけ代表ということで、ちょっとまあご挨拶をということで。どうも皆さん、はじめまして、福島の方から、26日に瀬戸内の交流会の方に参加しました。皆さんのいろいろの温かいあれで元気もらいました。ありがとうございました。福島の、中通りの郡山市というところから子供2人と参りました。皆さんに、たくさんいろんなことをしていただいております。どうもありがとうございました。はい、どうから来ましたか？福島県の郡山市というところから来ました。名前は？佐々木健吾です。どうですか、疲れてませんか？いや、元気です。今日は楽しんで帰ってくださいね。はい、はい、ありがとう。はい、どこから来ましたか？郡山市から来ました。お名前は？福島由美です。何年生ですか？5年生です。今日はしっかり楽しんでいってくださいね。はい、はい、よろしく。どうも。今年は、三振ブラザーズ&、福島キッズ、福島の子供たちに一緒に舞台に上がってもらいました。福島県のいわき市の四つ町から来ました。また岡山に遊びに行きたいです。皆さんありがとうございました。園長さんや会長さんやスタッフさんやこの島の皆さん方がとても優しくしてくれて、とても楽しい思い出ができました。本当にありがとうございました。Oh, my God.
昭和20年間のずっとの付き合いがあります。ということで今回福島の皆さん方をお迎えして何かないかなということで一回皆さん方と老人クラブを今盛んにやっております健康づくりの中でニュースポーツですね、ニュースポーツを一緒にやろうということの趣旨で今日お招きいたしました。ね、ちょうど届くぐらいのスピードが OK でこういうのがスカットボールと言います。であそこの穴に点数が書いてますので、あの止まった穴の点数がですね個人の持ち点となります。この実点のピンをね跳ね飛ばして出そうという作戦があると思うんで、それを邪魔するために一つボールをここへ置くわけです。そうするとこれに当たってお声は当たらない、こういうゲームになってまして、これもですねこの枠の中にしっかり入った点数が点数になります。ちょっとゆっくりゆっくり、そう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 、おー入った、あー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 そういう投げた、まだよ、じゃあいいよ、ほら8点、せーの、入ったの7点、うわー最高2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、
このまま裏でずっと落とせばいいわけ、こうして上手に落として裏がいくら表がいくらって競争するわけ。それで、やったイエーイ。これがルールですから、みんなで笑いましょう。はい、いきますよ。うわもらえたらという。それを入れないようにということで、クリーンルームで作業しております。1200度で何時間かけてですね、焼き上げます。セラミックというものがですね、1000度以上じゃないので固めがないということもありますので、ちょっと高い温度でやっております。はい、じゃあこちらへ。まあ、これでですね、完成形になりまして、お客様のところに、出荷するという形になります。まあ、ざざっと工程の方を見ていただきました。
さまざまな色があるはい、質問、はい、なんでこんなまに色がついてんですか？なんで全部黒とか決まってない？茶色とかの分かりやすくするためにこれはね、あのセラミックっていう材料を使ってるんだけど、それで焼くと茶色になる。材料の色で決まる。材料の色、うん、本物を写真で見ると、こういうのが全部本物です。あの長方形のところにこう、あの銀色のこうなってるのが本物です。こういうのがね、みんなその入ってる。いっぱいいっぱい入ってる。たくさん入ってるんですね。はいはい。
照らしていきましょう。これをみんなの、みんなの掴んでるよ。友情の証ですよ。はい、そばを通ってください。この後でね、皆さん普通にせよ、普通に。もうちょっとゆっくり見てよ。早く来ないで。なんでやねん。こら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 。こらこら。走らない、走らない。よしよしよし。はい、到着。こんにちは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 。福島から来た6年の北井由紀です。はい、よろしくお願いします。はい、次は岡山代表で2名通りますので、自己紹介から自己紹介をお願いします。はい、あきちゃんから。6年生の水田あきです。はい6年生の城島風花です。はい、ありがとうございます。城島風花さんと水田あきさんね。はい、女神さんにも。はい、メガメさんも紹介、メガメさんも回紹介、はい、自己紹介してください。あ、違う、ごめん、違いました。はい、はい、はい、どうぞ。モレンの阿部アイネです。
ですか？どっか来たんですか？福島県です。福島県のどこですか？いわき市です。はい、ありがとうございます。おさふれ美しい森キャンプ場に夜の帳が静かに降りています。皆さん手に持っているろうそくの火、また円の中にあるハート型のろうそくの炎を見つめてください。宇宙が生まれて150億年長い年月が時間が過ぎていきました。その中に星が生まれ、星がまた消滅する、星の攻防がずっと続いている中で、私たちの住んでいる地球はどうでしょうか。空気と水とそして生物が存在する星は地球しかないんです。この大切な星をみんなで守っている。そのためにはこの地球上に生きている動物、生物、植物、生きた生きているものが共に助け合って共存していく、そういう世界を作り上げていけばなりません。でも現実は飢えて明日も食べ物がない、そういう人たちが数億人もいます。そしてまた今でも戦争の中で逃げ惑う子どもたちがいるんです。私たちはそういう子どもたち一緒にこの地球を守っていく、そういう心を大切に、いろんな環境は違いますけれども、ここに集まっている子どもたちがよしやろう、そう思うと必ず実現するのではないかと思います。ちょっとみんな目を閉じてください。今皆さんの胸の中には何が浮かんでいるでしょうか。ここに集まった子どもたち、本当に友達ができ、友情が生まれ、そして保護者の方々も含めてですね、新しい絆が出来上がった、それがこのろうそくの炎ではないかな、私は思います。この瀬戸内市で過ごした10日間をしっかりと胸に刻み、今日だけでなくこれからもですね、瀬戸内市の子どもたちや人たちと皆さん方が手を取り合える、そのようなことをできると私は信用しております。帰りましょう。はい、手を振って。
みかに拍手は1回今度は1回ずつ、はい、みんなで手をつないで歩きましょう。最初からトラッコをサージね。では最初に反対左へ、トンタンタン、次は2回ですよ、拍手は1回、はい、手をつないで歩きます。そろそろ締めの絵を撮ってよ。こもってるこの、スタッシュをね、いつまでも大切に、いたいと思っております。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。15時になってくれる。15時一度は見えないんで、おも入りたい。じゃあ撮りますよ。はい、はい、このバスは岡山駅までお送りする予定になっていますので、皆さんご存知かなというご指摘もあったんで、よろしいですね。どうしても長船の駅で、乗りたいという人がいらっしゃるかもしれませんけど、まあ、ここは一つわがままを勘弁していただいて、岡山駅西口までつけさせていただきます。はい、元気だよ。それがギリギリ。まあそういうこともあって。で、後ろがやっぱ魚が。出してね。まあ見に行ったから。
回でやっぱり何もかを兼ね合って、すでに頑張ってきたらな。もう10年ぐらい前からやめようやめそうそう、もう一旦やめやめるパターンで何回かやめていくなって思う。お世話になりました。